ジン、こっちだ、来い。雅子殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中に武具を流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村は鵜麦へ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。面識も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組みしておるか。わしは谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。鵜麦で待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。恩知らずの弟め、うぬぼれて汚れ仕事を手伝おうともせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。足が水浸しだ。まったくひどい道だな。父上、家族の仇は打っとった。足立のジジイもその一族もこの世から消えた。吉平は気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちを何も覚えちゃいないからな。もうすぐ大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の1000倍以上だぞ。自慢の子だろ。当然だよな、吉平。お前は何も分かっちゃないな。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。話をいつまで引きずるんだ。立ち去らなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。何様のつもりだ。ここは鵜麦だぞ。
政子殿を探そう。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りる。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のじじいの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよう。どこへ行く。追いましょう。鏡、奴らに見つかる。返事で家来が連れてこないとさ。兄さんはよく正気でいられるな。子供もいたのに。俺は殺し合いだ。武具を流しただけだからな。畜生が。政子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。腹渡を引き抜いてやる。抑えて。念のため連れてきたんだろうさ。腐れた侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。何かおかしいさ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちが大村か答えろ。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おのれ、私の獲物を。近くにいるの。急げ。罪があると聞きました。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。文だ。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小者がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。
かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。必ずや捕らえてやるぞ。マサコ殿、何を。この坊主、舌をなくしたようでな。何とぞ、お助けを。どうか、この場は私に。よかろう。だが口を割らなければ、私が変わる。殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。して純心がどうした。もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純心をどうする気ですか。奴も襲撃に加担しておったのだ。流民を助けるような男が形状にも名が載っておりません。だが奴への文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、流民の野営に食料を流すと書いてあった。その代わり私の居所を事細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純心に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。行くぞ。行きましょう。急げ。走れ。かけ。坊主を見つけたら私のやり方で処する。政子殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺したのだ。どうか純真の罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。七五を殺した連中とお主は話をしたいと思うか。いえ。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の敵が撃たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。やめよう。おい、一度も報いを受けよう。寺を血で怪我しおって。純心を見つけるぞ。急げ。間もなく寺です。待っておれ純心。伏せて。このまま進むぞ。いや、
後ろから切る。純真が死にますぞ。分かった。それぞれ一人ずつ。すいません。出口は私が。坊主のことは任せた。新手が来る。純真を助けねば。まさかとも。純、そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。我らは負ける。とうに負けておるわ。話すだけのはず。それで何が変わる。約束なされた。一族の仇を討つとな。あれこそが敵。Ah!
ジン。約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと。気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです、仇のために。龍像を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。雅子殿、二度と刃を向けぬよう。わかった、約束だ。足跡があるはず。ジン、こっちだ。こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。おったぞ。どうか、命だ。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。雅子殿、花とは姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが、二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。我が故郷、大見村。
どこだ。不届き者め。あ、若様。亡くなられたかと。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。お疲れのようで、飯の支度を。飯は結構だ。猛虎勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。毒が来たのに、私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。駒田ではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。さあこちらへ。ああ体が重い。太一に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を。土を鳴らし毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたがお救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は。おるぞ、政子殿だ。まあ幼き頃から尾の子と稽古していましたからね。いつか子細を聞かせてくれ。政子様だけですか。他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか。ああ、いまだにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。酒井様、お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。草むしりが済んでおらぬ。申し訳ありません。若様が戻りで。灯火や
難儀の末に帰りくれば。木の実昔のままにてありける。鎧は中にあります。そうか、助かった。どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい卑怯者め。中へ入れ。撃ってこい。俺たちにかなうものか。ないか。島の民よ、また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前。あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも。あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。ああ殿、はあ、
しばし座りましょう。堺の者は毒など使いません。猛虎と戦った堺がいようか。使える手立ては使わねば、これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだ、ユリ。良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。うん、湖の向こう岸、漁師の家のそばに葦が生えているはずです。昔葦を束ねて小さな船を作りましたね。龍蔵とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心。夜に明かりがついておりました。誰かいるはずです。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。さあさあ、早く足を。ユリの言う通り、漁師の家は賊に乗っ取られている。来やすそうだ。ユリに届けよう。
一人で。ユリ。若様、失礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さです。猛虎を殺せる強さにしてくれ。様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。どうしたのだ。若様はここで志村様を殺めかけたのですよ。何。確か3つか4つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。御座と焚き火、野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んでおれ。俺が積もう。種は毒です。食べないで。子供扱いはするな。失礼を。お母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。で十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、実を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。この道で合ってるのか。ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるな。もう近いか。方角を調べてみる。このどこかだ。急げ。逃がすわけにはいかん。どうかじ。
怪我はありませんか？案ずるな、始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは、老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか？全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう？思い出してくれ、役に立ちそうだ。赤くて落ち葉？いえ、花びらがあったはず。ああ、お花だ。ああ、違う、思い出せない。ああ、母上が。